どうも、大変ご無沙汰しております、ババログです。久しぶりの今回の動画は、よく言っているのに全然紹介していなかった無印のお気に入り商品や最近買ったものを紹介しようと思います。すぐ買ってほしいおすすめのものやいまいちだったものもありますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。まず最初に紹介したいのは、最近むちゃくちゃハマってるこの新発売のカカオトリュフです。特に塩キャラメルが無印史上過去一ぐらいのうまさです。590カロリーととんでもないカロリーなんですが、これはしょうがないと諦めてストックしています。柔らかい口どけのチョコの中に入ったクリームブリュレの表面のキャラメルを砕いたようなかけらのカリッとした食感がたまりません。最近のスイーツはドラマ映画で例えると、菅田将暉使ってたら間違いない的な立ち位置のピスタチオが人気と思いきや、これは塩キャラメルがダントツの人気です。今回の動画はこの塩キャラメルを紹介したかっただけなので、もう動画見なくてもいいので、今すぐ無印に行ってください。今の塩キャラメルは別として、筋トレしているトレーニーにおすすめな食品が多い無印。そんな中でこちらは無印に行ったら絶対に買う干し芋です。干し芋は GI 値が低く血糖値が上がりにくいので、太りにくくダイエットには優秀なおやつになっています。腹持ちもいいので、小腹が空いた時に食べるようにいつもストックしています。同じくリピートしている無印のいちごチョコバー、これはプロテインバーです。筋トレ脳になると、できるだけタンパク質を取ろうと成分表を見るんですが、この手のプロテインバーでタンパク質が 15g 入っていて150円は優秀な方です。プロテインバーって結構硬くて食べにくいものが多い中、これはサクッといけちゃう柔らかさもあって、味はいちごポッキーに似ていて美味しいです。食べやすいのでこれはおすすめです。無印といえばカレーですが、筋トレ勢には気になるカレーが新しく出ていました。筋トレしている人には周知されていますが、肉の中でジビエは牛肉よりタンパク質が多いものが多いので、カレーといえども気になる商品だったので、450円とちょっと高かったんですけども買ってみました。鹿肉の方を食べてみたんですが、口に入れると普通のカレーですが、結構獣臭がきつくて、口に運ぶたびにちょっとうってなってしまいました。獅子肉の方は特に匂いもなく食べれました。成分を見てみると、特にタンパク質が多いわけでもなく、他の無印のカレーとそんなに変わらなかったので、気になる方は食べてみてください。続いてお気に入りの、服というかインナーを紹介していきます。これからお世話になるあったかインナーは、去年からユニクロのヒートテックをやめて無印のものを使っています。ユニクロのヒートテックは確かにあったかいんですが、化学繊維だったので、着てるとなんか乾燥して痒くなる感じがあったので、天然素材の無印の方に変えました。無印は面であったかとついているように、天然素材なので着心地がよく、背中をツーッと流れる汗も吸収してくれて、服から見えたとしてもインナー感が出ないのがお気に入りです。デザインも豊富で、値段もヒートテックと変わらないので、冬のインナーはヒートテック一強っていう風になっていますが、天然素材の方が体も乾燥しないので、一度よかったらお試しください。さすがに綿であったかといっても、真冬は寒いでしょと思った方、ご安心ください。上位互換の綿とウールであったかシリーズがあります。こちらはヒートテックでいう極暖シリーズの位置づけで、お値段も一緒ぐらいになっています。ウールが 10% 入っていて、これが結構人気で、去年は追加で買おうとしたらもう完売してたぐらいでした。ちょっと番外編になりますが、今年からユニクロも 100% コットン使用という、ヒートテックコットンというものを発売したので、待ってましたと思って買ってみたんですが、肌面が 100% で、表は結局化学繊維みたいです。でもまあ着てみるとあったかいし、表もそこまでインナー感も出ないので、ヒートテックコットンに関してはユニクロでもありかなっていうふうに思っています。こちらもユニクロのエアリズムショーツから乗り換えた、どこにも縫い目がないシリーズのハイラズショーツになっています。綿 63%、 ポリウレタン 37% で、伸縮性がすごくあって、ガードルまできつく締め付けず、お尻をキュッと上げてくれる程よいフィット感が心地よくて、全部こちらに入れ替えました。股上の浅いミディタイプもありますが、おへそくらいまでくるハイライズショーツの方が年齢的にも落ち着いて履けるので気に入っています。アイラインの部分は縫い付けられていないので、羽根付きのナプキンとかも挟めるので、軽い日のサニタリーショーツとしても使えるのも便利なところです。セットアップのブラもあるんですが、ブラトップタイプなのであまり好きじゃなく、他のものを合わせています。続
続いてたまたま色が気に入って試着してみたら痩せ見えたので即買いしたラグラン袖のスウェットになります。柔らかくてかなり薄手のスウェットで裏毛と書いていますが暖かくはないのでユニクロのヒートテックコットンを中に着ています。この墨黒のグレーは古着っぽく使えるのでカジュアル派の私にとってはいいスウェットを見つけたなと感じて気に入っています。ちょっとしたゴミを捨てるのにちょうどいい一番小さいサイズのこのゴミ箱、毎回洗面所にこのゴミ箱を置いていて、今回はちょっと置き場所がないので取り外しができるようにゴミ箱に磁石シールをつけてシンク横につけたかったんですが、シンクがステンレスだったので磁石がつかず両面テープで固定してゴミ袋を毎回セットするしかないかと諦めかけてたんですけども、やっぱそれってめんどくさいって精神が降りてきて Amazon でマグネット補助場っていうのを発見しました。これを磁石がくっつかないところに貼ると磁石をくっつけることができるのでゴミ箱の取り外しも簡単でゴミ箱をそのまま捨てられ、見た目もすっきりという風な感じで全部解決することができました。冬の準備で布団カバーと枕カバーを無印で新調しました。いつも綿のサラッとした素材を使ってたんですが、カバー自体も温かみのある素材だった方がさらにあったかいかもと思い、初めてフランネル素材のものを買ってみました。この IKEA の安い布団カバーの柄が結構気に入ってるんですけども、 IKEA のって内側に布団を固定する紐がついてないので中で布団がめちゃくちゃになるんですよね。無印の布団カバーは布団を固定できるスナップボタンの紐が四つ角と一辺の真ん中各1個の合計8個ついていて、中で布団が動く心配がないです。中の布団は子供の頃から使っている羽毛布団で、ビジュアルが気になるので枕カバーもだいたいお揃いで揃えています。同じく寝具ですが、これは10月にものすごく寒くなった時に実家からまだ毛布とか持ってきてなかったので風邪ひくと思って急遽買った毛布になります。ユニクロのヒートテック毛布と悩んだんですが、無印の方が安くて色も可愛かったのでこちらにしました。今はリビングに昼寝用として置いてますが、被ると気持ちよすぎてもう秒で寝れます。12月6日までだった家具家電 10% オフで買うか迷っていた豆から引ける全自動コーヒーメーカーを購入しました。ルームツアーでも紹介していますが、私はコーヒー好きで特に味がわかるとか詳しいわけではないですが、コーヒーは豆で買いたいっていうこだわりがあって飲むたびに豆を引いて入れています。でもずっと家にいて1日に飲む量も多いのでやっぱめんどくさいということで、他のメーカーもいろいろ探してみましたが、トータルで一番良かったのが無印だったので安くなってたっていうこともあり思い切って購入しました。得することが大好きな大阪の血を隠しきれず、ちゃっかり実質 30% オフで購入しました。たまたま京都で買えなかったんですが、どうやら生産終了みたいでほぼ在庫がないみたいです。操作も簡単で、飲む量の豆を入れて好みの引き目を選び、水を横にセットして豆から引くボタンを押して出来上がりに待つだけです。今まで使っていたデロンギのコーヒーミルがすごい早かったのでものすごく遅く感じました。ちょっと今のところ買ってよかったかどうかはわからないので、いろいろ豆の引き目などを変えて試していきたいと思います。同じく家具家電 10% オフで購入した急速充電器付きモバイルバッテリー、よく見ると私がずっと愛用しているアンカーのモバイルバッテリーと一緒で、無印仕様でただ白になっているだけで値段も Amazon で買うのと一緒でした。可愛いけど持ってるし買う予定はなかったんですが、先週末本当にちょうどなくしてしまったので最終日ギリギリに 10% オフで購入しました。これのいいところは出先でもバッテリーの充電ができるところです。バッテリーだけの機能だと充電がなくなればただの荷物ですが、これは充電がなくなっても復活させられるし、コードさえあれば友達も助けることができます。こういうガジェット関連はいつも当たり前のように Amazon で買うのをおすすめしてましたが、中にはプライム会員になってない方もいらっしゃると思うので、アンカーのモバイルバッテリーをお探しの方は無印で可愛いのが買えますので、これは本当おすすめなのでぜひご検討ください。以上、無印の絶対買うお気に入りと最近買ったものを紹介しました。11月はほぼリピートばかりになりましたが、無印でこれだけ商品を購入していました。とにかく塩キャラメルと干し芋が多いです。12
11月はプラス J があったり、アマゾンでブラックフライデーもあったりしたので、かなり散財した月になってしまいました。買い物と京都観光で随分お休みをいただいてしまったので、また動画更新を再開して購入品紹介などをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。